それでは向田邦子の短編集思い出トランプから犬小屋を朗読します向田邦子作犬小屋 達子は次の駅で降りる人を見分けるのがうまくなったあと三月もすれば嫌でもお腹がせり出して黙っていても席を譲ってもらえるようになる今が一番分の悪い時期であろう車両ごとについているスピーカーが割れた声で次の停車駅を叫び始めると達子はつり革につかまりながら「 座っている人の目を見渡す無表情で座っているように見えて降りようとする人には降りようとする表情があるのがわかるようになった乗り物はかなりのスピードで走っているわけだが乗っている人は自分が動いたり走ったりするわけではないせいか止まった表情をしている。 それが「これから降りようというときには目から先に動き出す素早くその人の斜め前に立つことができると間違いなく座席にありつけた日曜の夕方とあって電車は混んでいた達子はいつものやり方で座ることができたが慌てなくてもその駅はかなり大きな乗り換え駅で。 潮が引くように行楽帰りの家族連れが降りていき蒸していた車内は涼しい風が吹き込むようにゆとりができた前の席に親子連れが座っている若い夫婦と5歳ぐらいの男の子である子供を真ん中に挟んだ3人は首の骨が折れたようにつんのめって眠っていた。 日頃はつつましく暮らしているが子供にせがまれ精一杯着飾って動物園に出かけた帰りといった感じだったただ一つ不似合いなのは高価そうな大きなカメラだがそれを押さえている男の手はペンを握る人のものではなく体を使って稼ぐ男の指に思えた立子と同じ年格好の 32は2つ三つ間のある妻は膝頭を開け足をひし形に開いて眠りこけていた太ってのんきそうな女である妊娠しているなと気がついた達子は身ごもってから座りたい一心からか降りる人もすぐわかるようになったが自分と同じように身ごもった女もすぐわかるようになっている。 うちと同じだ海月はあの人の方が一月二月早いかもしれないが夫の年格好も男の子の年もそっくりだ違っているのは達子の夫はうちで眠っていることである大学病院に勤める麻酔医で気の張る仕事のせいかオペの重なった週の日曜は 一日中うちでそれこそ麻酔がかかったように眠ってばかりいるそのうちそのうちと一日延ばしで五つになる長男はまだパンダを見ていないつり革につかまって揺れている人の間から見え隠れする親子連れを達子は眺めていた「うちとどちらを幸せというのだろう」 信号待ちか駅を出たばかりの電車が急に止まった前の席の眠っていた夫の方がびっくりしたように顔を上げ乗り越したと思ったのか窓の外に目を走らせた達子は危うく声を上げるところだったかっちゃんだった魚富のかっちゃんだった達子は 前に立つ人の影にに顔を隠すようにしている自分に気がついた。席を立って隣の車両に移ろうかと腰を浮かせかけかえって目につくと思い直したかっちゃんが達子の実家に入り浸るようになったのは達子がまだ短大へ通っていた自分だから「10年」とは言わないがそれに近い昔のことになる。 当時飼っていた「影虎」という名の秋田犬を引っ張って夕方の散歩を兼ねた買い物に出かけた時に影虎が魚富の店先で皿盛りのイカの足を引っ張ってしまったのであるイカが路上に散乱した達子は犬を叱り女将さんと若い衆に謝ったが若い衆の方は犬好きと見えてイカなんか食うと腰が抜けるよ。 と言いながら、中くらいのサバか何かの腹のところをポイッと放ってよこしたちゃんとしたしつけをしなかったバチで景虎はあっという間に魚を飲み込んでしまっていた達子はわびと礼を一緒に行って犬を引っ張って帰ったのだがあと通り一つでうちというところで景虎の様子がおかしくなった。 腰が抜けたように後ろ足からへたり込みおかしなうなり声を立てた達子がいくら叱っても動こうとせずそのうちに口から泡を吹き始めた近所の人の手を借りてどうにかうちへ引きずって帰ったがもがき苦しむ様子はただごとではなかった藤棚に縛りつけて十一子の往診を仰ぎ注射を23本打ったところで カゲトラは外側が溶けかかった魚をけぼっと吐き出したその腹の中からミニカーほどの大きさのおもちゃのようなフグが一匹出てきたその晩遅くなって魚富の若い衆が謝りに来た犬はフグを吐き出してしまうと嘘のように元気になったし いきさつがいきさつだからことを荒たてるつもりはないが一応言うだけは言っておいた方がよいだろうということで達子の父が魚富に電話をしたのである若い衆は玄関のたたきに頭をすりつけんばかりに謝った「本来ならばおかみさんの堂々で来るべきだがまた親父さんの具合が悪くなったので」と カゴに入った見事なヒラメを「わびの印」と言って差し出した魚富は元初老の夫婦でやっていたのだが主人が腎臓を患ったそういえば主人は立って働くのは刺身を作る時だけであとは上がりがまちに腰を下ろしてあおんぶくれの顔で往来を眺めたばこばかり吸っていたが やがて2階で寝たり起きたりりり、起きにな入れ替わりのように若い衆が働くようになったおかみさんの登園だという若い衆は背が高く様子のいい青年でゴム引きの前掛け姿から洒落たジャンパー姿に変わって玄関に立った時は辰子は大学に行っている兄の友達かと間違えたほどである。 くどいほど詫びを言いようやく帰っていったが玄関の鍵を閉めていると「申し訳ありませんでした」若い衆の大きな声が聞こえた若い衆は表の犬小屋の前の芝生に正座して謝っていた「少し芝居じみているなぁ」と思った覚えがあるこれが「 ウオトミのッち,ちゃんは3日にあげず顔を出すようになったお見舞いと称して白身の魚を持ってきては景虎に食べさせていた恐縮する達子の母に「残り物だから好きでやっているのだから」と言い訳を言い「大丈夫綿はちゃんと抜いてありますよ」 食べさせる前にに必ず店に来た現金なもので犬はカッちゃんになつき荒を入れる石油缶を持った彼の姿が見えると大人の腕ほどもある太い尻尾を犬小屋の羽目板に打ちつける音が茶の間にいても聞こえるほどだった半月も経たないうちに影虎トラの散歩係はカッちゃんの役目になった。 もともと景虎は達子の兄が友人のところからもらってきたのだが来た当座は猫ほどの大きさだったのがみるみる大きくなりブラシをかけるのも散歩もバカにならない大仕事になっていた「面倒は俺が見るから」と言っていた兄が景虎が政権になる前に大学の同級生の女友達と半分同棲のようなことになり 家へ帰ったり帰らなかったりになってしまうと正直言って大きな犬は家中の厄介者といったところがあったかっちゃんが面倒を見てくれるようになると餌と手入れがいいせいであろう景虎は見違えるほど毛艶やが良くなった「バカにならない」と母がぼやいていた餌代も ちゃんの持ってくる魚のおかげでただ同然になっていた「シャツでも買ってちょうだい」と母が封筒に包んで渡した小遣いでかっちゃんは犬小屋を建て直すと言い出したまだ子犬の自分にこんなに大きくなるとは思わず出来合いの一番安いのを買って間に合わせていたのでだいぶ窮屈になっていた。 影虎は犬小屋に入りたがらず小雨ぐらいだと外で濡れていることがあった日曜の一日を潰してかっちゃんは材木とペンキを買ってきて働いていた薄暗くなる頃ラケットを抱えて帰った達子は門中につながれている影虎の口の周りに血がついているので肝を潰したが落ち着いてよく見ると と思ったのは赤いペンキだった玄関の横に笑ってしまうほど大きな犬小屋ができていた屋根に塗った赤いペンキをそばの立ち木につながれていた影虎が働くかっちゃんにふざけかかってなめたものと分かったその晩かっちゃんは初めて家に上がり 家族と一緒に夕飯を食べた家族といっても兄は帰ってこないので父と母達子の3人だったが「毎日魚だろうから」と母は気を利かしてすき焼きの支度をしていたかっちゃんは一人ですき焼きの鍋を仕切り父にビールを継ぎ冗談を言ってみんなを笑わせた。 兄が家を出てから目立って口数が少なくなった父もこの日は珍しく白い歯を見せ笑い声を立てた「かっちゃんはよくしゃべった」「大きい声では言えないが魚富の親父さんはそう長くないと医師に言われている」「夫婦に子供がないので自分を養子にして魚富を継いでもらいたいとほのめかされているが決心がつかないでいる」 魚も顔がななきゃいいんだけどな顔があって目があるでしょ初めはおっかなくてね初めから切り身の魚はいないよと父が混ぜ返した魚富は三代目で裏の二軒の佳作を潰せばかなりの壺数の敷地になるそこへマンションを建てれば上がりだけでも暮らせるし スーパーに押されている町の魚屋の将来性も考えて小切れな店を出すのもいいと思っているが「喫茶店がいいかなスナックがいいかな?と」と達子の目を覗き込むように話したりしたすき焼きが終わり食後のスイカがなくなってもかっちゃんは腰を上げなかったカレーとヒラメの見分け方を説明しカワハギが キューと靴が鳴る時のような声を立てて泣くと口真似をして見せたりした話題が途切れて「じゃあそろそろ」と言われるのが怖いといったふうにひっきりなしにしゃべりタバコに火をつけたタバコが煙を立てている間はお開きにしましょうと言われないことを知ってそうしているように思えたこういう時 かっちゃんの目は笑っているくせに泣きべそいいているように見えた泣きべその目でカっちゃんは犬地図の話をした誰かの受け売りらしいのだが犬には犬地図というのがあるというこれは人間の考える地図とは全く別のものでどことどこの電柱と垣根には俺の匂いをつけてあるどこにいじめっ子がいて どこにご馳走をくれるうちがあり、どこに憧れのメスがいるかちゃんと頭の中に書いてあるのだ」としゃべった朝の早い父があくびを漏らしそれをうに母が布団を敷きに立ちやっとかっちゃんは帰ったわけだが「命ずねえ」とつぶやいた母に「あや、自分のことだな」 父はよく分かっているようであったその次の日からかっちゃんはごく当たり前といった感じで台所から上がってきた「お鍋お鍋でっかいお鍋」と言いながらシチューを作る時の大きな寸胴鍋に持ってきた魚を入れ煮始めたうち中に生臭い匂いが漂った ちゃんは似た魚が冷める間に犬を散歩に連れ出した帰ってくると鼻歌を歌いながら丁寧にブラシをかけ餌をやり残った分を密封容器に入れて冷蔵庫を開けしまって帰っていった「何年も前からこうしている」といった身についた仕草だった着替えを取りに帰った兄が影虎に「 お前、匂いが変わったな、と言ったのは確かその頃だった顔をなめようと黒く尖った興奮を寄せた犬を兄は手で押さえ顔を背けながら「魚臭くなったぞ」とつぶやいた毎日のことで気がつかなかったがかっちゃんが世話をする前はこんなに魚ばかりではなかった 兄は母親からかっちゃんの話を聞くと「いいの見つけたじゃないか」からかうような口ぶりで笑いかけ「これで安心して出ていけると言わんばかりにいつもより大きい包みを担いで出ていったかっちゃんは確かに便利な存在だった台風が来た後 松の枝が折れて屋根にのっかってしまった時もかっちゃんだったし風呂場のタイルが持った時もかっちゃんだった父をお父さんと呼び母をお母さんと呼ぶようになっていた達子のことも母と同じにたっちゃんと言っていた父と母が親戚の婚礼に呼ばれて泊まりがけで出かけたのはスイカの頃だから 影虎がフグを飲み込んで騒ぎを起こしてからちょうど1年後のことである繊細で残った家でガタは来ていたがかなりの壺数があったから達子は兄に帰ってきてほしいと思い連絡したのだが女が握りつぶしたのか電話もなかったかっちゃんが犬の散歩に来たのは ウオトミの店をしまい夕食をしてからだからくじを回っていたいつものように魚を煮る匂いがうちの中に漂った「かっちゃんが来ると嬉しいのだろう」「う影虎はますます太くなった尻尾を犬小屋にぶっつけている」「ツ子がいるとかっちゃんブラしかける時間が倍になるね」と母が言ったのを思い出して 辰子は少し鬱陶しい気分になった景虎を散歩に連れ出すかっちゃんの声が聞こえている外国映画の主題歌らしい曲を口ずさんでいるが達子に聞かせるために無理をして覚えてきましたという背伸びを感じた声をかけるのは知っていたが達子はわざと知らん顔をした カゲトラが出ていくのを窓から見送って体にまつわりつく魚の匂いを落とすようにシャワーを浴びた自転車でゆっくりとかけ公園でキャッチボールをして遊んで帰ってくるから小一時間はかかる達子は湯上がりガウンで茶の間のテレビを見ながら父の飲み残したワインを飲んだ いつの間にかうたた寝をしていたらしい影虎に飛びつかれて目が覚めた「どうしてお前茶の間に上がってきたの?」「夢うつつで犬を押しのけ口の周りの熱い舌を手で払いながら魚臭いのよお前は」言いかけて気がついた犬ではなくかっちゃんだった 失礼しますなおもかじりついてくるかっちゃんをどうやって追っ払ったのか気がついたらワイングラスは割れて床に転がっていた次の朝起きたら体の節々が妙に痛かった肘と膝には青あざができていたいつも父がするように 門の郵便受けまで長官を取りに行った小屋から出てきた影虎が尻尾を振っている夕べの今朝なので犬の罪ではないが顔を見るのも嫌で目をそらしたのだが興奮が赤くなっている「屋根のペンキかじっちゃダメよ」言いかけて気がついたペンキではない。 血のようなものが乾いてこびりついている猫でも殺したのかと小屋を覗いて達子は仰天したスニーカーを履いた男の足が覗いていた大きすぎる犬小屋に体を突っ込んでかっちゃんは大いびきをかき気持ちよさそうに眠っていた焼け酒を飲み犬小屋に潜り込んで寝てしまったのだ 揺り起こしてなどやるものかというきっかけ足元に転がっている睡眠薬の瓶を見て今度は本当に凍りついたかっちゃんは深夜までやっているスーパーで薬を買い自殺を図ったのだ「影虎の興奮の血は大いびきで眠るかっちゃんを起こすつもりかふざけたのか」 雨みしているうちに傷つけたものと分かった薬の量が少なかったのと影虎に噛みつかれて時々目を覚ましたことも幸いしてかっちゃんは命に別条なく三日ほどして田舎へ帰っていった達子は何も言わなかったが両親はおぼろげに事情を察したようであった ちゃんがいなくなって景虎は毛艶やが悪くなったその年の暮れに達子は麻酔医の卵だった今の夫と見合いをしたが気持ちを決めた原因の一つは彼のアルコールの匂いだったかもしれない次の年の桜を待たずに魚富は親父さんが亡くなって店を閉めた。 かっちゃんを養子にしようという話など全くなかったことも分かった店は取り壊され何軒かまとまって今はビルになっている影虎も2年後にテンパーで倒れた今から思えばあの滑稽なほど大きい犬小屋はかっちゃん自身かもしれなかった 達子は自分も彼の妻も身ごもっていなかったら声をかけていたかもしれないと思った竜子の乗り換え駅が来た人と人の間から親子3人折り重なるように眠りこけずり落ちそうなふにあいなほど大きいカメラをしっかり押さえているかっちゃんの手が見えた。 でしたかそれではまた次回お楽しみに